もうほぼほぼ新しい方もすっかりと馴染んでですね、ほとんど変わらないというか同じ空気でやっております、はい、もうこれだけの売れっ子の皆様が5ヶ月もかけていただいたというか奇跡的なことが5ヶ月というのは舞台のお稽古の中ではかなり長い稽古と本番ですね、はい、いや長い方です、はい、まあその間ちょこちょこ仕事していただいてるみたいなんで、はい、こっちはちょっと安心して、はい、でも今皆様のこうちょっとムービーを撮らせていただいている中でも、息のぴったりな度合いが我々にもひしひと伝わっております。そのたりやはり皆様の雰囲気いかがですか。はい、もう旅行ってね、回ってもね、はい、もう家族みたいな各地での反応はいかがでしたか。僕ですか、はい、いやもうすごく良かったです、はい、もうちょっと涙が出るぐらいところの時もあった、はい、客席の皆さんの反応を見て、はい、もう嬉しくない、はい、いやもうプロばっかりなんだね、2年前に初演を迎えた様子にこうキャスティングの中で自分初めてで、もう皆さんもプロばっかりで、その中でもうなんか伸び伸びと羽を伸ばさせていただいた状況が続きまして、まあ、今回2年ぶりにやりましたが、もうそのままそれを引っ張ってくれて、とても素敵な2度目でかもしれないなって。俺らしい。いつもね、言ってますけど、グループラインが、初演の時に作ったこの2年間、1日も途切れずに続いてますから、2年間も、はい、2年間ずっとみんなで喋ってます。見える範囲でどんな感じ。まず大体4時半頃に翔さんが今から釣り行ってきまーすって、で、8時頃には釣れましたで、12時頃には食べてまーすそれでみんながこれ美味しそうですねとか、大体それが大体大体翔さん、そうですね、前回はやっぱりこの作品をなんとかこう成立させるのにみんなでこう一生懸命こう必死になってた感じがあるんですけど、今回ようやく再演ということもあって、地方を回ったり、そして魚釣りとか行ったりするとギュッとこう甲板全体がさらに濃く深くなった感じがしていて、で僕がこうさらにこう、あわあわする役なんですけど、もう本当にみんなに振り回される度合いが前よりも増えたんじゃないかなと。僕すげえ面白くなりました。本当ですか、うん、嬉しい。もう、なんていうのもすげえ面白いんですよあれやんのやらせてくださいよ。よかった、聞いててよかった。僕は、あれはどこだった、その舞台稽古で、地方公演あたりから急にやったんですけど、みんなが本当に素で笑い出したんで、あれと思って。俺は芝居でやってんだよ。僕は俺芝居でやってるんだよ。なんか余計なことしたかなって、ちょっと不安だったんですけど。笑いのせいでも、いや、リアルが過ぎてみんなはアドリブだと思った。一応考えてやってますね、はい、そうですね、皆さんおっしゃってるようにやっぱり2年前の初演の時からとてもやっぱり皆さんがなんていうんですかね、こう団結していて仲が良くて、無事に最初こう、いやこの中に急にポッと入るのってすごい不安だなと思ってたんですけど、稽古の初日に翔さんからカブトムシをいただいて、もうそこからですね、もう本当に僕も初演からいるんじゃないかぐらいのあったかさで皆さんが接してくださって、で何よりこう稽古場はじめ、各劇場とかで翔さんが僕らの胃袋を掴んでくれるわけですよ。もう日々毎日何かしらのうまいものがやってくるっていう、それを楽しみに毎日過ごしてたんですけれども、それでこう神奈川から始まって、劇場地方を回らせていただいて、こう東京に戻ってきて、で、この東京公演で終わってしまうっていうのは本当に今ものすごく寂しくて切なくなるみたいな、本当になんか家族みたいなカンパニーに加えていただけて幸せだなと心底思っております。ありがとうございます。だって、ジュエル、最初のリアクションが違う。最初の方が、今もう、これだ。そうですよね。心身ともに伸び伸びやらせていただいて、ありがとうございます。中劇の女優なんですけれども、プライベートというか、裏の方たちとのこうコミュニケーションも描かれています。はい、今回の作品は、ますます魅力を増しておりますか、前回に比べて。魅力と、どうでしょう。作品はすごい、チームワークもものすごく濃厚だと思いますし、なんかこんなに長い期間
同じメンバーでずっと一緒に出ることが少ないと思うので、なんかこうこんなに自分が舞台でと袖でも伸び伸びできるっていうことがとても貴重だと思うんですけれども、今回去年の年末にカードで初日を開けてからいろんな地方を回って、本当に各地方のお客様がすっごく喜んでくださって、もういっぱいなんか栄養をもらった気持ちというか、もう本当にお客様の栄養でまたヘッズアップが育ってまた育ってって言って、今度この赤坂で集大成といいますか、本当にだからでもまだまだ出演者の私たちは新鮮で毎日笑えて、これをまた赤坂のお客様と共有して本当に千秋楽までにさらにこう進歩できるようにしたいなと思います。でも中川さんのパワフルなとこ聞けるんですね。そうなんです、はい。そうなんです。あのこの作品は本当話したくてうずうずしてるんですけど、まずそう2015年に初演を迎えました。11月だそうです。その時確かにそれ誕生日をお祝いしていただいたんですよね。なんか33になったんでしょうか。でちょうどその数年前にラサールさんと4人芝居でご一緒させていただいて、はいはい、その時に初めてこうラサールさんとこう師弟関係の役を演じさせていただいたところからのご縁でヘッズアップに呼んでいただいた。で初演が生まれた。そして今回この再演で、まあ、昨年カートから始まって今回この東京初めてなんです。なのでミュージカルが大好きなお客さん、エンターテインメントが大好きなお客さんはカートまでわざわざ初演に足を運んでいただいて、ちょっと忘れかけてるお客さんもいらっしゃるかもしれない。で、あ、ヘッズアップそろそろ始まるんだって頭の隅に置いていただいてるお客さんもいるかもしれない。その方々にぜひ、これね、中毒性があります一度見た人はそろそろもう一回見に行きたいって思うでしょうし、あ、そういえば初演やってたな、見たいと思ったけどカートだったからなかなか行けなかったけど今回そろそろ行こうかなと思ってた方は、この12日までを逃したらもうちょっと遠く見れない可能性があるというところで、まずそこを声を大にしていたいのと、そして何よりもやっぱりお客様に、そしてファンの皆様に育てていただいてる、やっぱこれ初演からどうしても思うんですけど、オリジナルミュージカルの醍醐味ですね。本当ですね。やっぱり皆さんに育てていただいてこの東京公演ようやく来ることができているので、ぜひあのその育てていただく気持ちを僕たちもありがたくいただきながら 120% 舞台上でお返しできるような、そういう一番いい状態に旅公演を経て今出来上がります。ぜひあの多くの方々に見に来ていただけるように、あの舞台上でもそれから舞台じゃない時も皆さんと一緒に力を合わせて頑張っていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。自分たちで言うのもなんですけれども、必ずしや爆笑して号泣して、感動してお帰りいただけるという自信、こんなに自信を持ってお勧めできる作品もないんじゃないかという作品ですので、とにかく、見てください。絶対に後悔はさせないと思います。よろしくお願いします。どうぞ本日より10日間、ミュージカルヘッズアップ始まります。もう5ヶ月、これもう最後になります。あの死に物狂いで、やりたいと思います。皆さん、どうか一歩劇場に足を運んでいただければ最高だと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。